戦国党と監督に聞きます、うちの自慢の猛将、この、トークは、戦国党と戦う上で鍵を握る各大学の自慢の猛将、つまりキープレイヤーをお聞きしたいと思います。それでは鳥山監督からよろしくお願いします。はい、2人挙げさせてください。1人はやっぱキャプテンの福永です。キャッチャーの福永で、今年は4番でいこうかなと思っています。攻撃力、守備力、技術を身につけながら、やはりもともと持っていた性格面の充実、キャッチャーとしてのなんかこう見えない力というかですね、そういったこうピッチャーに対する気遣いだとか試合の流れを読むことだとか、そういったこともゲームをコントロールできる力も身につけてきているなと思っているので、ちょっと褒めすぎですけれども、でも素直にそう思っています。2人目は、ダンテですね。やっぱキャラクターがですね、非常にこう明るくて他に与える影響力、そういった力を持っています。バッティングで当然いい結果が出ればそのいい影響力をチームに与えてくれている。それ以外でももうとにかく声一つとってもですね、まさしく猛将という言葉がぴったりの選手のような気がしますので、ぜひこの2人には注目してもらいたいなと思います。以上です。猛将っていうか、まあやっぱりキャプテンの古賀と、もう一人挙げるとさせていただいたら、学生コーチをやってくれてるうちの一人の小杉っていう子がものすごくチームの中で力になってくれてますので、まあ本当キャプテンの古賀に関しては、まあもちろん攻守にわたっての中心だし、まあ春途中でつまずいたところのあたりで、まあ本人もちょっと言ってましたけど、まあ6連勝もして、ちょっと気も緩んだようなとこがあったんじゃないかななんてコメントしてた時あったんですけど、まあその時気づいた方もおられるかもしれないですけど、途中から坊主になって野球やってたんですけども、その辺が彼の緩みが出たところじゃないかなと思って、まあそういうことがあったんですが、まあそういうのを含めて学生コーチの小杉がいろいろまとめてくれた部分があるんで、まあ2人にはすごい期待してます。以上です。はい、まずはやっぱり自分の野球にぴったりっていう選手なんですけど、田中幹也っていう選手ですね。ただちょっと夏の合宿に行ってる時にスズメバチに刺されまして、そこからちょっと体調を崩して、今ちょっとずっと入院をしてて、多分今シーズン間に合わないっていうか復帰できないぐらいちょっと体調が今悪いもんですから、まあ、彼がちょっといないっていうのはすごく寂しいですね。でその分4年生に黒川っていう選手がいまして、今まで30年やってきてこんなに言うことを聞かなかった選手は初めてで、とにかく練習をサボるし練習が嫌いだと、ただ使うとここ打ってくれっていう時に必ずヒットを打ってくれるっていうか、そういうこう図太い選手なんですよね。自分の好き嫌いで、まあ、使いたくなるんですけど、ただやっぱりうちの今のチームにとってはそういうやんちゃなズボラを超えて、緊張もしないっていう選手がいてくれるとやっぱ心強い。田中幹也がいない分黒川には、すごく期待がしております。そうですね、まあ、猛将ってやっぱ福山ですかね。本当ものすごい力があるハードピッチャーじゃないんですけど、いわゆる大学野球のピッチャーっていうかね、腕を振ってなんとか向かっていくっていう、でそういうスタイルのピッチングしかできないんですけど、まあ、去年の秋のように、とにかく行けと言われたらいつでも行きますみたいな、今回も他のピッチャーいませんから、まあ、ああいう形になるかなというふうに思います。正月も帰らないような本当マニアックな男なんですよ。なのでおかげで年越しそばも食わさなきゃいけないし、初詣とおせちも一緒に食わさなきゃいけないんでね、なんとかそんなこともやりましたけど、またフル回転で、投げるんじゃないかなというふうに思います。まあキープレイヤーはやはりキャプテンの伊豆口になります。春、まあ、ずっと一本が出ずですね、まあ、苦しんでおったんですけど、まあ、その中でも絶対に下向くことはないと、だから上向いて絶対にこうどんな結果が出なくても俺はやっていくんだっていう思いで、やってた姿にやはり周りの選手もついていってっていう
のを見てきたのがもう印象で、守りの野球という中で、まあ、センターライン、まあ、ショートというポジションを守ってて、まあ、守備においても、当然ピッチャーへの声かけ含め外野への声かけ、まあ、両サイドの声かけ、その辺もですね、また一回り、スケールアップしてこの秋に、臨んでくれると思います。で攻撃に関しても、もうしっかり、バット触れて一発長打もありますんで、攻撃においても守備においてもやはり伊豆口が中心選手で、チームの顔となってやる、一人です。はい、まあ、ピッチャーの赤星ですね。それ以外の選手みんな知らないと思うので、赤星というところで、まあ、猛将ということで赤星にしたいと思います。それ、まあ、理由としては、まあ、春の2部のリーグ戦もですね、10試合中9試合に登板しました。入れ替え戦も2試合登板して、まあ、投げる体力と勝つことに、まあ、執念を持って投げてくれるというところで指名をさせていただきました。すいません、ありがとうございます。すごい皆さん仲良くて和やかな雰囲気なんですけど、試合になって一番人間が変わる監督は誰ですかね。片岡監督、一部の監督わからないかもしれないですけど、どうですかね、片岡。もう安藤監督だと思います。やっぱり普段ですね、本当に穏やかなんですけども、ベンチからの選手への励ましの言葉だったり、ものすごい声を出すので、やっぱり変わる監督は安藤監督かなと思います。はい、自分の中では生田さんですかね。生田監督ですかね。普段優しいんですよ。あんちゃんで優しいんですけど、その姿しか基本僕は知らないんで、はい、ただグランドユニフォームと、はい、ちょっと微妙なジャッジとかに対して、はい、試合になって勝負事なかったんで、それで目の血走り用はすごいなというふうに思ってます。はい、どうだろうね、もう生田監督が吠え出すのはもう想定ないだし、だから大きく変わるというイメージはないし、でも皆さんそれなりじゃないですか。いや、もうこれはもう生田君って言ってほしいようなことだと思って。ユダマンどうですか。かなり名前出てますけど。うわ、静かですよ。一番物静かで、はいはい、はい、間違ったことを間違ったのでちゃんと言わせていただきます。それだけです。はい、はい、まあ皆さん変幻自在だと思います。やっぱり皆さんのそれなりのやっぱりこうなんていうんですかね、さすがの監督さんたちばかりなので、スイッチ入った時の強さは皆さんお持ちだと思いますので、はい、負けずに頑張ります。それでは最後になりますが、各監督、秋季リーグ戦に向けて一言。本当冒頭に申し上げたように、今回は本当にこう入れ替え戦なしの特殊なシーズンであります。そういったことを再度ですね、やはり我々しっかりと認識して、とにかく、精一杯やっていい野球をお見せできるように頑張りたいと思います。以上です。はい、ありがとうございます。本当にこのコロナ禍の中で、リーグ戦を行えること、選手にも言ってますけども、本当に感謝の気持ちを持って、そして、まあ、特殊な入れ替え戦なしという形で行えますけども、その2部以下の選手の思いもしっかり受け止めながら一戦一戦戦っていきたいと思ってます。はい、ですね、ここ数年っていうか、大学選手権も神宮大会も、東都の代表が優勝できてないので、ぜひいいゲームをして学生たちが力をつけてくれて、神宮大会に出たチームは、日本一の旗を東都に持って帰ってきてもらいたいと、そんなつもりで、もう下を見る必要はないので、上をみんなで見て、東都の代表が絶対に日本一取るんだというような、リーグ戦にしていきたいと思います。いや、本当皆さん言われてるようにね、このコロナの中、秋のリーグ戦、本当スリリングな東都、もう一回、みんなで戦って、必ず優勝したチーム神宮取りましょう。それを合言葉に、9月13日をスタートできればというふうに思います。
コロナ禍の中、まあ、試合ができること、これをまず、感謝して、で、まあ、今回は特殊な、まあ、コロナの予備入れ替え戦なしということで、まあ、上を見て、上へのプレッシャーのみの、戦いになります。で、まあ、そこを目指して、優勝して、で、優勝したチームはその日本一を取れるように、お互いに切磋琢磨して一戦一戦戦って、やっていく秋のリーグにしたいと思ってます。以上です。本当に、このコロナ禍の中で、リーグ戦ができることに感謝をしてですね、プレーをします。また、まあ、日本大学としては4年ぶりの一部復帰神宮球場での試合となりますので、まあ、本当に感染対策、体調管理をしっかりしてですね、なんとかできる限りリーグ戦ができればいいなと、試合ができればいいなと思っておりますので、とにかく、今皆さんがおっしゃったように、上を見て優勝を目指して頑張りますので、よろしくお願いします。全国等々